こんばんは、日常演舞です。本日はこちら、以前お菓子を送ってくださった、すみません、名前忘れました、お菓子の名前忘れましたの高校時代の恩師の先生が今度は五平餅を送ってくださったので食べていきたいと思います。五平餅というと前に丸お餅に絡めて、ね、それ風みたいなの食べたことあるんですけど、お前の五平餅を、ね、食べるのは初めてなので楽しみです。で、今の写真を見てもらったら分かるように3本あるんですけど、3本とも作ってると最初の方が冷めちゃいますので、レビューは1本だけ食べてやって、あとはゆっくりと撮影外で食べたいと思います。では本家の五平餅はどんな味なのか、いただきます。ごちそうさまでした。五平餅はご飯を潰して棒に丸めたも、棒に丸めてつけたものなので、いわゆるお餅とはまた違った食感が楽しめました。ちょっとふにゃってしてるんですけど、粒々があって、だけどご飯、おにぎりともまた違うような独特な味わいがありました。そして甘く香ばしいくるみ味噌の味わいが染み込んで美味しい。次は現地でも食べてみたいと思える五平餅だったので、とても美味しく満足できました。なので5点とさせていただきます。それでは本日もご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。ではまた次回の演目でお会いしましょう。演終演。Thank you.